ギャビン・ニュー・サム、現職のカリフォルニア州知事カリフォルニア州知事の一覧では、アメリカ合衆国カリフォルニア州の知事の一覧を掲載する。知事職はカリフォルニア州政府行政部門のトップであり、州軍の総司令官である。知事は州法を執行する義務があり、カリフォルニア州議会が議決した法案を承認、または拒否する権限、議会を召集する権限。 弾劾の場合を除き恩赦を認める権限がある。現職を含め、これまでに40代の知事がいる。その多くは、政治だけにとどまらず広い分野で、国家全体に関わる影響力を与えてきた。第8代のリーランド・スタンフォードは1891年に、スタンフォード大学を創設した。後に、アメリカ合衆国最高裁判所長官を務めた第30代のウォレンは、 知事選の時に三大政党からの候補者指名を受け、事実上対立候補のいなかった唯一の知事である。第33代のロナルド・レーガンは映画俳優組合の会長であり、後にアメリカ合衆国大統領になった。第38代のアーノルド・シュワルツェネッガーも俳優として名声を得ていた。第37代のグレー・デービスはカリフォルニア州知事としては初めて、 アメリカ合衆国の州知事としては二人目となる、リコールを受けたものとなった。連続最長の任にあったのは、R. ウォーレンであり、3回の選挙で当選し、任期の合計は10年近くになった。最短は、第6代ミルトン・ラザムであり、就任からわずか5日後に自らを空席だった、アメリカ合衆国上院議員に指名して辞任した。第39代、ジェリー・ブラウンは、 第34代として1975年から1983年まで知事を務めており、合計4期16年間在職した。ピーター・ハードマン・バネット、初代リーランド・スタンフォード、第8代ロムアルド・パチェコ、第12代ハイラム・ジョンソン、第23代アール・ウォーレン、第30代州知事、第14代アメリカ合衆国最高裁判所、長官ロナルド・レーガン、 第33代州知事、第40代アメリカ合衆国大統領アーノルド・シュワルツェネッカー、第38代カリフォルニア州は、米国戦争後のメキシコ割上によってアメリカ合衆国の領土になった。他の州とは異なり、一度も準州の状態にならないまま、1850年9月9日に州として認められた。1849年に制定された、 カリフォルニア州憲法では、州知事の任期を2年間とし、その任期の開始日を定めていなかった。1862年に修正条項が批准され、任期は4年間となった。さらに1879年に、任期の開始日を選挙後の1月第1月曜日と定めた。1990年、憲法修正命題140号の成立により、任期を2期までに制限した。 この修正以前に2期を超えて務めた知事は、アール・ウォーレンのみだった。現職知事のジェリー・ブラウンは過去に2期を務めているが、この任期制限が導入される以前のことだったので、3期目の就任が可能だった。1849年憲法では副知事の職も制定しており、知事が空席になった場合には知事に昇格することを定めている。 知事と副知事は別々の投票で選出される。民主党のオナシシングと共和党新歩道、カリフォルニア州知事経験者のうち17人が、1人のアメリカ合衆国大統領、1人のアメリカ合衆国最高裁判所長官及び5人のアメリカ大使を含めたの行為の役職を務めた。13人はカリフォルニア州選出のアメリカ合衆国会議員を務めた。このうち人は、 オハイオ州選出のアメリカ合衆国会議員を務めた。4人は他の役職を務めるために知事を辞任した。このうち3人はアメリカ合衆国上院議員となり、1人はアメリカ合衆国最高裁判所判事になった。1人は知事になるために上院議員を辞職した。下表で注釈のない限り合衆国会議員と上院議員はカリフォルニア州選出である。 2019年1月時点で4人の元カリフォルニア州知事が存命である。直近で死亡した元知事は2018年5月8日のジョージ・デュー・クメジアンである。ありがとうございます。